道を見ろって言ったのよ。聞いてなかったの？ウィンフリス、バーサム、祭りだってのにピリピリしてるな。ピリピリどころの騒ぎじゃないわ。バカ息子が宴のために育ててた牛を逃がしたの。信じられない。逃がしたって？なぜ？僕は規則に縛られない一匹狼だからって言ったら信じる？じゃあこれならどう？最後の食事をさせるのに川に連れてったら一頭が妙な目で見てくるから急に怖くなってそれなら信じる。連れ戻してこようか。バーサムも連れて行ってその怖いやつから守ってちょうだい。ほらエイボルと言っといで。わかったよ。どの辺で牛に落とされたんだ？川の向こう、あっちだよ。普段は牛なんて怖くないんだ。でもあいつの目つきはおかしかった。今にも襲ってきそうで。牛って大きいしさ。認めたくないようだが恐怖心があるんだろう。この機会に克服しろ。ここがその場所だよ。まだ近くにいると思うけど。よし、それじゃ探すか。だから狩りにしないか。手早く殺して宴に新鮮な肉を届けよう。いいよ。でも僕は誓ってない。簡単そうにやるね。簡単だからな。さあ肉を持って帰るぞ。お前狩りの経験がないのか。農家の息子なのに変わってる。それメイダにも言われた。彼女ウサギ狩りやキジ狩りが好きでさ、前に手伝おうかって言ったことがあって。メイドは何だって？メイドは何だって？笑われた。ちゃんと本気だって言ったら来てくれるなら嬉しいって。結局行かなかったよ。恥ずかしかったし。なる。それ。なるほど。よし、まず一頭。狩りできないのってやっぱりおかしいのかな。珍しいとは思う。手ほどきしてやってもいいが、まあどうせならメイだから断りたいか。
いや、僕はエイボルから習いたいよ。ではついてこい。バーサム、二頭目がいたぞ。言ったことを覚えてるな。うん、ちゃんと見てる。するのもわからなくはない。家畜とはいえ力はかなりのものだ。殺す時も。殺す時も食べる時も彼らに敬意を払え。恐れることを恥じる必要はない。ありがとう。でも恥ずかしいことには変わりないよ。自分が情けない。それバーサム、メイダの話をもっと聞かせろ。だいぶ惚れ込んでるな。ね、メイダはとにかくすごい人なんだ。いつも面白いことを学ばせてくれる。狩りも上手だ。あたりを見せてくれ。メイダはとにかくすごい人なんだ。いつも面白いこと言って笑わせてくれる。狩りも上手だ。勇気があって、技もあって、強くて、それに、可愛いんだよ、とても。ぞっこんだな。彼女、きっと迷惑に思ってるだろう。牛に怯える間抜けな男に好かれるな。追跡は専門じゃない。尻拭いまでさせられて。我が目となり力を貸せ。この面倒を見て尻拭いまでさせられて。エイボルはうんざりしてない？のんびりしていい一日だ。こんな時間はここ最近なかった。追跡は専門じゃない。だがスニンが痕跡をたどる様を見てる。あ、いたよ。最後の一頭だ。いいぞ、今や立派な追跡者だ。向いてるんじゃない。今や立派な。バーサム。ねえ見たエイボル。目を疑ったぞ。よくやった。牛を恐れるものよ。自分に打ち勝ったな。もうちょっとマシな。ありがとうエイボル。こいつは思ったより大変だ。メイダ信じてくれないだろうな。母さんもだけど。よく来たエイボル。バーサム、エイボルに迷惑かけなかった？ウィンフリス、息子は今日、獣殺しのバーサムになったぞ。獣殺しですって？母さんにも見せたかったよ。僕は恐るべき弓使いだったんだ。それじゃあ、ちょっと行ってくるね。行くって、どこへ？血が乾かないうちにメイダに見せたいんだ。また宴で。エイボル、ありがとう。何があったか知らないけど、よかったわ。元気そうね。エイボル。ランビー、なぜ急にいなくなった？一緒に戻れたのに。でも落ち着かなくて。
一人で散歩すると頭がすっきりするし、それといびきがね、手追いのクマみたいだった。嘘をつけ。素敵な時間だった、エイボル。一緒にいてくれてありがとう、友達として。こちらこそありがとう。さて、仕事にかかりましょう。前に話したことを覚えてるか、ランビー。心の中の出来事を。何？あの時は時期が悪かった。でも今は違う。欲しいんだ、お前のことが。お前を思ってる、ランビー。他に伝えようがない。なら言葉じゃなくて、行動で示して、全部受け止めれば。一生かかるかもしれない。なら今すぐ始めなきゃ。続きは寝室で話そうか。いえ、ここでいいわ。続きは寝室で話そうか。いえ、ここ。同盟地図が見たい。オクセンフォードシャーには何がある？シグルドが用があるらしいが。ええ、そうね。シグルドは今そこにいる。なるべく早く来てほしいと言ってたわ。シグルドは獣士ギドリッチと手を組んで同盟の誓いを得る代わりに彼を大主にしようとしてる。バッキンガムの中心に酒場があるから、そこでシグルドと落ち合って。兄上と合流する。バッキンガムの場所は？オクセンフォードシャーを横断するグレートウーズ川の川沿いよ。シグルドも喜ぶわ。
くる。バグナルドシグルドがいない。それに聞こう。兄を探してる。大柄で無神経なノースだ。ノース人ね。戦いに参加したのか。イードウィンの兵に殺されただろう。お前も失せろ。じゃあよとコーガンさん、コーガン、バイドレイドのよと、うん、あの、ギビタカナラオ、あの兵隊ども、いっつもやりたい放題だよ。あんたここのオカミか。デンジンはお呼びじゃないよ。今日は面倒があったんだ。面倒をかける気はない。兄を探してる。大柄なノース人だ。そいつが騒ぎを起こしたのさ。一人仲間もいたね。獣士ギドリッチと話してた。そしたらレディ・イードウィンの兵士が来て喧嘩になった。兄さんと浅黒い男はどっかへ行ったよ。でもギドリッチは兵士に捕まった。かわいそうに。あの人はこの辺じゃ尊敬されてるのに。兄はどっちへ行った？うん、その情報にいくら払う？簡単な質問だろうに。いいかいデンジン、騒いだり暴れたりする気なら兵士を呼ぶよ。ギドリッチに敬意を払ってるようだな。その男が兄と話してたなら、それがこの州にとって最善だからだ。あんたもオクセンフォードシャーの自由と自治を望んでる。そうじゃないのか？あんたは村のために立ち上がる、発声に屈することのない女だろ。そうありたいね。ではギドリッチの仲間の居場所を教えてくれるな。そうだね。兄さんとそのお仲間はあの窓から飛び出して川へ向かって走っていったよ。漁師小屋に隠れてるかもしれないね。スニン、導いてくれ。シグルドたちは南へ向かった。奥へは行かないだろう。川沿いを見てみる。おい、すぐに終わる。どこから狙え。漁師小屋の匂いだな。隠れるにはちょうどいい。Thank you.
おお、どんなもんか。さらし首にしてやる。待て、やめろ。アーランはハサラ、エイボル。危うく切り刻むところだったぞ、狼傷。何をうろたえてるんだ、らしくないぞ。ここの兵士の半分が俺たちを追ってる、もう知ってるだろう。だから家に帰ってこないのか。マーシアの兵士とかくれんぼしてるから。君の兄上は忙しいのだ、差し迫った務めがある。また会えたな、バシム。兄上を目先のことに集中させたらどうだ。手綱をつけた馬のように彼を制御しろというのかね。その手があったか。兄上、一体ここで何をやってるんだ。この男は邪魔になる、遠ざけた方がいい。エイボル、お前が来てくれて本当によかった。同盟に向けて話が進んでるんだ。ギドリッチという地元の重視の誓いを取り付けた。それは聞いた。だが兵を指揮してるのはレディ・イードウィンらしいじゃないか。なぜ彼女と組まない。レディ・イードウィンの夫はこの州の大使だったが、グスルムの軍に殺された。夫の戦いを引き継いだんだ、ウェセックスのアルフレッド王の力を借りて。彼女は復讐を誓った、夫と生活を奪ったデーン人に。アルフレッドは恐ろしい王だという。イードウィンがその支援を受ければこの州はウェセックスに奪われる。おい待ってくれ。なのに農民や漁師にしか命令できない弱小重視と同盟を結んだのか。信じろ、エイボル。熊手やナタを持ったサクソン人も数百集まれば脅威だ。まったく、誰もが生まれにかかわらず偉大な存在となる可能性を秘めている。その通りだ、凡人には想像できないほどの可能性をな。だがイードウィンがギドリッチを捕らえた。計画も水の泡だな。すぐに動こう。奴は囚人をロングハウスに放り込む。エイボルがいれば奇襲できるだろう。ギドリッチが一番の同盟相手ならやるしかない。バシムにうまいこと乗せられたんじゃないのか。エイブ、俺の力を疑うのか。バシムの知恵は借りるが、率いるのはいつだと。あいつは自分のことしか信じてなさそうだが。バシムは秘密主義だ、賢くて率直だ。それにとんでもない真実をこの俺に見せてくれた。実に稀有で、信じがたい報酬をあいつは約束してくれた。知ればお前も驚くぞ。我らの絆は旋風のごとく重く強い。バシムが財宝をちらつかせたとしても最初の目的を見失うなよ。俺たちはマーシアの領主となり、イングランド全土を治める。バシムの洞察力は鋭い。俺の顔つきから知恵を読み取り、先祖の祈りが耳にして。いや、時間のある時にゆっくり話してやろう。しまいなさい。裏切り者ギドリッチは裁きを受ける。この州の反逆的な重視は全員よ。裏切り者はお前だ。ウェセックスのアルフレッドに兵を求めるとは。ギドリッチ、口を閉じなさい。デーン人の飼い犬め。
お前は俺たちを売るつもりか、あのアルフレッドのクソ野郎に。冗談じゃない。お前は大使じゃないだろう、レディ・イードウィン。今すぐ出て行けば見逃してやる。異教徒の二枚舌の伝人め、不潔な声だめそのものね。レディ、次の言葉はよく選べ。俺はやがてイングランド全土を滑る男、貪欲なるカラスの戦士団のシグルドだ。武器を置き、我が友を解放して俺の足に口づけしろ。機会は一度だけだ。シグルド、行かれたのか。私のバラ色の尻に口づけなさい、根性なし。クズどもはもうたくさん、あとは任せるわ。生きたまま川を剥いで、それで蔵でも作ってちょうだい。地獄へ行け。ヒロリス、何を。どんな厄介ごとに首を突っ込んだのだ。勝てるぞ。お前は終わらせてやる。死んでやるんだ。逃げやがった。ああ、まったく、俺も戦いたかったのに。ギドリッチ、こいつはエイボル、腕自慢の弟だ。よろしくな。王になる夢を語ってイードウィンを釣るのが兄上の計画なのか。予言だ、エイボル。夢じゃない。喧嘩は後にしろ。イードウィンはほとんどの重視を捕らえてる。このままじゃ晩飯までに皆殺しだ。傷の手当てをしろ、ギドリッチ。俺たちが助ける。聖女フルケはどうした。引き合わせてくれる約束だろう。そうだったな。にしてもどうしてあの。どこにいる。重視ホルトが知ってる。フルケはホルト領の人間だ。だが早くしないとホルトは死ぬぞ。場所を言えばすぐ助けに向かう。彼らの命はお前次第だ。南西のオクセンフォードへ行く途中、リッキビラ駐屯地だ。バシム、エイボル、馬に乗れ。高ぶるな、エイボル。まだ共に剣を抜き、魂を燃やそう。バシムの言うフルケとは何者だ。味方だ、エイボル。誰よりも重要な味方だ。信心深く、予言や秘密の知識を与える。知識を与えて。シグルド、そんな味方は求めてない。求めていた以上の存在だ。どんな発見が待っていることか。言ってることがおかしいぞ。生きてる証拠だ、エイ。戦火を前に、これも燃えてる。昔と同じだろう。そうだな、昔と同じだ。北の谷での狩りを覚えてるか。
最初の大物は見事な角のオジカだった。一緒に倒したな。あの時の矢はまるで氷のようだった。皮を剥ぐのに骨のナイフを用意したな。お前は右、俺は左から獲物に飛びかかった。まるで切り倒された木だな。そこからは血みどろの戦いだ。ああ、鹿があんなに強く噛むとは知らなかった。だが俺が喉を貫き命を絞り取った。それがあの鹿の最後だ。思い出話は尽きることがないな。まだまだいくらでもあるぞ、ワシム。俺たちの若く輝かしき日々だ。フルケって女が何者かまだ聞いてないぞ。その時が来たら話してやる。壮大な計画に必要な人物。見つからないようにしないと。今にも処刑する気だな。離れるな。他の奴らも助ける。さあ、終わらせるぞ。首を切る。しゅ、故郷のために。首を切る前に助け出してくれ。先に行く。ミドリッチに頼まれた。さあ行くぞ。あそこなら安全に話せる。何年もあの狡猾な大使と戦ってきた。今度はその未亡人に狙われると。Thank you.
ありがたい。おかげでいつの日かイードウィンに仕返しができる。私は獣士ホルト。ギドリッチは無事か？ああ、バッキンガムにいる。俺たちは味方だ。この土地はマーシアを愛する者たちが守る。サクソンもデーンも関係ない。神もご存知だ。貝豚をウェセックスの男に売るぐらいなら、娘をデーン人の嫁に出すよ。ギドリッチが君と組むなら、私もそうしよう。フルケという聖女を知っているな。どこにいる？なんでまたフルケなんかにこだわるんだ。大事なのはイードウィンだろう。フルケはこの戦いの流れを変える秘密を握ってる。彼女なしでは俺はここで目的を果たせない。あのイカれた女が。力を貸すんだ。きちんと説明するべきだろう。そのイカれ女がなぜ計画に必要なんだ？見つけられたらお前の知りたいことを何でも教えてやる。それまでは待て。いいか、フルケは異端者だ。つまり有害な知識を広める教会の敵ってことだぞ。あいつは神と直接会ったとか話したとか言ってイードウィンに投獄された。場所は知らない。おそらく修道院だろう。探る必要があるな。シグルド、ギドリッチに状況を知らせるべきじゃないか。俺の代わりにお前が言ってくれ。急がないとフルケの命が危ない。これまで得たものを女一人のために失うつもりか？信じろエイボル、フルケは重要人物だ。お前にもすぐ分かる。だといいがな。リンフォーダの東に野営地がある。グレートウーズ川沿いの港だ。そこで会おう。我々は民兵団を組織し、君たちと共にイードウィンを倒す。犠牲は厭わない。ギドリッチに知らせてくれ。我々は彼の呼びかけに応じると。一人でも多い方がいい。間違いなく物資はふんだんにある。よく奪い取ったな、みんな。血はだいぶ流れたかな。油の壺、スプリンガルドの矢、それから資料、使えるものは残してあとは焼け。ギドリッチ。エイボル、獣士たちは無事か？みんな生きてる。戦えるもので民兵団を作る気だ。お前の味方は多いぞ、ギドリッチ。イードウィンを倒すには一人でも多い方がいい。お前と兄貴も共に戦ってくれるか？その率直さが気に入った、ギドリッチ。力を貸す。兄も同じだ。イードウィンは城に戻ってくつろいでるだろう。だが奴の兵も物資も集まりつつある。今に見てろ。で、兄貴とあの変な男はどうした？引き続きフルケという女を探してる。兄上はフルケがイードウィン打倒に力を貸してくれると思ってるが、詳細はわからない。やるべきことをやってくれ、エイボル。俺は戦いに備えて手勢を整える。まずはキーネベレ城へ向かい、戦いに加わる民兵を集める。イードウィンの砦は難攻不落だからな。イードウィンの支配力を弱める手はあるか？不安にさせるだけでもいい。そうだな。なら奴の騎士を見つけるたびに仕留めてくれ。民兵が戦ってたら支援も頼む。それとイードウィンの物資を奪った。他にもこういうものがあれば潰せるか？可能だ。戦う準備ができたらキーネベレ城近くの野営地で落ち合おう。野犬以下の連中だ。魚を貪る盗み。我々の土地に住み着くのってもってのことだ。